昔日の強豪が一敗し屍を晒す。一回の草履取りが立身出世し大将となる。戦は戦を呼び、田畑は荒れ、人心は乱れる。尾張の織田信長をはじめ、名だたる武将が天下を奪い合い、いつ果てるともなく戦い続ける戦国の世。ここ義州天野の地でも、名門桜井家の栄光は起用が夢となり、下克上により権勢を振るう乱世の英傑藤森主膳が天下をうかがう。強く、ただひたすら強く、それが主膳が求める国のありよう。だがそのために天名の民草はひたすら重苦にあえぐ。そう、戦が絶えることはない。今も一つの戦が終わった。だが累々と横たわる姓たちだけが戦いを終えることができる。合戦場をさまよう者にとって地獄とはあの世か、それともこの世か、それを知る者は誰もいない。たまげた。あの大戦で生き残ったやつがおるとはな。おい、おめえ様、大丈夫かよ。お、どうした。おお、おい、おめえ様、おめえ様よ。どうする。
どうするって仕方ない、村へ連れて行くしかねえな。ここは戦場ではない。血の匂いを振りまきながら歩くな、このバカ者が。わしらが口葉ヶ原で倒れていたお前を助けてやらねば、ムクロになっていたのだぞ。ありがたく思うなら、これ以上村に戦場の影を落とすな。なんだお前は。侍が村の中をうろちょろするな。お前ら侍がいると姉ちゃんが怖がるんだ。帰れ帰れよ。おいお前、おいらを言いくるめようとしたってそうはいかねえぞ。やめなさいコウタ、何をしてるの。さあコウタ、行きましょう。でもこいつが。いいから。コウタの非礼はお詫びします。でもこの村に侍が不要なのは本当のこと。村に災厄を呼び込む前に出て行ってください。お願いします。当然天の方では済まない。
しかし、だからこそ。そうじゃ、あれらは桜井の旗のもとに好き勝手しているだけじゃ。天下を狙っているお方だ。なんと、しかしてロックをもらおうのお方も、どうにもならん。十分に渡り合えると考えておるが。なかなか手だれが揃ったようだな。では、これより審査を始める。死を恐れぬ真の侍のみが大殿と共に天下をつかむことができる。その覚悟のある者は一歩前へ出るがいい。お主、いいだろう。その力存分に振るうがいい。この梅宮真之助、しかと見届けようぞ。では始め。なかなかの腕だ。お主なら我が藤森家でも活躍できるだろう。殿が天下を取れば立身出世は望むがままだ。励めよ。その2、藤森の兵糧だな。こちらへ渡してもらおう。久しぶりの米だな。これで腹いっぱい食えるぞ。これはよこせ。逆らうなら斬る。なんだお前は。さっさと消えろ。それとも我らの邪魔をする気か。これは断じて盗みなどではない。藤森の兵糧を断つための戦だ。どうした、何の騒ぎだ。こいつが俺たちのことを盗賊だと。俺たちは大加藤という桜井家復興の志を失わない真の侍集団だ。これは敵の兵糧を断つ兵法だ。盗賊などと一緒にするな。お言葉ですが、この2は町の米問屋が商った米でごぜやす。兵糧などとそんなご大層なもんではごぜやせんが。何、俺は藤森の兵糧と聞いて。行け、お前らは先に帰ってろ。はあ。では私どももこれで。確かに松崎殿は
藤森の兵糧だと。なぜこんな手違いが。ぐらいにした方がいいな。お前たちの腕では勝てない。いつで？なんだと？そいつの剣は戦場で戦って生き延びてきた者の剣だ。口先だけのお前たちとは違う。お前本当のことだな。雑魚は黙っていた方がいい。お前はどうかな。無様な戦いはしなさそうだな。とはいえ、私の背中は預けないのな。まあいい。お前も戦いが好きなら、ここに向いているかもしれん。仲間に加わるのなら、棟梁の松崎源十郎に挨拶するがいい。今日から大加藤の一員だ。中には変わったやつもいるが、基本的に自由に楽しくやるってのが信条だ。お前も遠慮せず好きにやってくれ。ただし俺の目が行き届く範囲でな。梅宮優馬だ。真の侍がまた一人長谷さん来てきてくれたか。よく来てくれた。歓迎する。俺たちと共に修繕を倒し、もう一度桜の花を咲かせよう。私は林道一世。藤森修繕を倒すためにここにいる。お前が本当に腕が立つのかどうか、しっかり見極めさせてもらうぞ。ともかく我々は藤森修繕を倒すための同志だ。共に力を合わせ戦おう。実に興味深い。いやはや、良いですか。
毎度。どうどうや兄じゃ、いや藤森に願いった裏切り者め、大義の前に兄弟の情など不要、兄といえど容赦しない、覚悟しろ。勝負はついた、命を粗末にするな、ユーマ。殺せ、裏切り者の情けを受けてまで行きたくはない。バカ者め、今なすべきこともわからん子供を斬る刀など持たぬ。桜井家を裏切った裏切り者は必ず俺の手で始末する。忘れるなよ兄者。いつまで見ているつもりだ。相も変わらずつまらんものをぶら下げておるな。そんなものよりクワを持ったらどうだ。人を殺める道具と人を生かすための食い物を作る道具、どちらが尊い。侍なんぞやめて、お主も土と一緒に生きてみんか。やはりお主には分からんか。まあそんな気はしとったわい。生きる喜びを実感できる。それがわしの息子たちにも伝わればいいのだが。そうかもしれんな。特に若い頃は血気に流行りがちだ。余計なことを口走ってしまった。まあ気にするな。お主も気が向けばまた来るがいい。畑仕事のいろはを教えてやろう。いつ来ても不気味な場所だな。天狗でも出てきそうだ。クワバラクワバラ、こんな薄気味悪いところさっさと越えちまおう。
よし、抜かるんじゃねえぞ、行け行け。出た、大加藤だ。来るぞ、抜け、兵糧を守るのだ。狙われたのは兵糧か、それとも拙者の命か。いずれにしても味方以外誰も知らぬはずのこの道中に襲撃だと。大加藤か、なるほど。城には一体何匹ネズミのいることか。さて、残りの道中もわずかだ。大加藤の別動隊が現れぬうちに城へ戻るとしよう。よくやった。うん。お、また。そうだ、ありがたい。
おい。そうだ。うん。うん、申し訳ない。ではいいか。付き合ってくれるのはあんちゃんくらいだよ。みんなオイラが子供だからって誰も相手にしてくれないんだ。でも今に見てろよ、オイラには立派な刀だって。そうだ、特別にあんちゃんにだけは見せてやるよ、オイラの刀を。この桜の家紋、きっと由緒正しいお宝だぜ。これ懐剣って言うんだ。どうだい、驚いたかい。あ、調子に乗っちゃった。やべえ、あんちゃん、これオイラが持ってたのは誰にも内緒だよ。特に姉ちゃんには秘密だぜ。貴様が持っているその小箱、それは何だ。何だとは？ただ薬が入っているだけだが。俺が言っているのはその箱の蒔絵のことだ。それは桜井の家紋ではないか。俺は知っているぞ。貴様がかつて桜井の三本刀と呼ばれていたことをな。おかしいと思っていたのだ。桜井の忠臣が藤森家に仕官するなどな。昔の話はよしてもらおう。今の拙者は大殿に忠誠を誓っている。小箱も便利だから使っているだけ。ゲスの勘繰りはやめてくれ。ゲスの勘繰りだと？どうかな、貴様の魂胆など分かっているのだぞ。何を根拠にしてのその物言いだ。何か証拠でもあるのか。証拠もないのにおかしな言いがかりはやめてもらおう。迷惑だ。いつか貴様の尻尾を掴んでやるぞ。なんだ貴様、
何か言いたいことでもありそうだな。どうした？役立たずが、どいつもこいつも。お主、まさか。いや、なんでもない。いいか、叱るべきご供養もできず、かようなところに隠さねばならぬ。なんとおいたわしいことか。自分の無力を恥じいるばかりだ。もうお主も気づいているだろう。そうだ、ここには拙者の真の主君、桜井家の先代様の御首が埋まっている。拙者は桜井滅亡の折、首だけは主膳に渡すなという主君の命に従った。そして密かに主膳の包囲を破り、ここにしばしお隠れいただいたのだ。梅宮新之助、再び殿にお誓い申す。この身、悪鬼羅刹になり果てようとも、殿のご無念をお晴らしすると。殿、今しばらくのご辛抱を。お主を拙者の背中を預けるに至る侍と見込んで、全てを打ち明けた。もはや拙者一人の力では主膳を倒すことはかなわぬ。だがお主と共に戦うのならば勝機はある。もはや猶予はない。拙者に力を貸してもらえるだろうか。かたじけない。お主ならそう言ってくれると信じていたぞ。主膳に歯向かうは灯籠の斧を振るうようなものかもしれん。だが拙者、武士の一分は通したい。亡き殿のためにもな。
何、お主が力を貸してくれるのだ。勝機は必ずある、そう信じている。そうだ、その通り。信長軍が、ついに動いたか。は、義州高飛び、義州大淀ともにわずか3日しか持たなかったそうです。義州三国のうち高飛び、大淀が信長の手に落ちた今、次は我が天中。どうされます殿。是非もない。遅かれ早かれ、信長とは真の覇者をかけ争う宿命よ。だがこうなれば、心中の虫をこのまま捨ておくわけにもいくまい。たとえ矮小なものであっても、孝子の憂いを消し去るのだ。実城は藤森の兵に囲まれて、あれじゃみんな殺されてしまいます。因果応報、今まで好き放題をやってきた信氏どもが報いを受けておるだけだ。わしらが関わるなどもってのほか、放っておけ。でもそれではユーマさんが。あれとはもう縁を切っておる。どこでのたれ死のうと、わしには関わりのないことだ。宗近様は常々おっしゃっていたではないですか。侍は命を奪うばかり、出世やら誇り、意地で命を粗末にする。侍は本当にくだらないと。でも同じではないでしょうか。ここでユーマさんたちを見捨てれば、私たちも藤森の侍と変わりません。わしは謝っておるのだろうか。Thank you.
中はこの先だ。これをお主に託す。ユーマ、頼むぞ。藤森君に正門を突破されたか。ここまで来るのは時間の問題だな。だが大加藤の意地見せてやるぞ。副長、裏門からならばまだ脱出できますが。貴様、俺に逃げろというのか。バカな、桜井家再興のために俺は戦ってきたんだ。大加藤が全滅すればその夢はついえる。ならば俺が生き残る意味などない。お前のような奴に何がわかる。俺たちは命を懸けていたんだ。俺たちが滅びればもはやこの地に桜が咲くことはあるまい。一日先週の思いで桜井家再興を夢見てきた。その思いがお前には分かるか。
長。我らも、じきにそちらへ。藤森軍によって城を枕にことごとく討ち死にした。だが最後まで屈せぬ姿はまさに侍の意地と誇りそのものであった。たとえその死に時代を変える意味などないとしても。大加藤を討ち滅ぼしたぞ。たびこそ桜井の血筋を根絶やしにせよ。村娘お清の正体が桜井家の姫しずるだと知った主膳はその抹殺に動く。天名を揺るがしかねないわずかな可能性をも摘み取るために。
や隠し立て無用。お主らが桜井家の一粒種をかくまいしこと、明明白々なり、桜井家の嫡子、引き渡してもらおう。渡さぬ場合は、主君藤森修繕の命により、村ごと焼き払う。どうだ。来たか。私のせいで村が、一体どうすれば。おのれ、何を言うのだ。いいのです。確かにそれしか皆を救う方策はありません。ということだ。焼き討ちなどをしては桜井家の跡継ぎが誰なのか分からなくなりますぞ。構わん。桜井の嫡子が出てくれば奴らにその罪を問う。出てこなければ皆殺しだ。いずれにせよ新之助はここで始末できるというもの。おお、あれはまさしく桜井家の家紋。なんと、こやつが桜井の嫡子か。そうです。私こそ桜井家の長女、桜井しずるです。捕らえろ。おお、いいか、じっとしてろよ。これで厄介事が一つ片付くというもの。こやつを処刑した後は奴らにその罪を問うて村を滅ぼしてくれる。もはやこれまでだというのか。何のためにこれまで。いや、まだ終わってはおらん。やるい。はっ。待て。新之助、貴様何用だ。何をする。やはり獅子身中の虫であったか。
よい。は？そやつの忠誠がわしではなく桜井に向いておること分かっておったわ。新之助、今日までよく役に立ってくれた。礼を言うぞ。武士の情け、お前はここで討ち取ってくれよ。やれ皆の者、切れ切れ。おお、桜井の犬を切り刻め。後に残るは織田信長のみ。義州天名に咲いた一輪の花。その花の望みは人知れずひそやかに咲くこと。だが天名の覇権を争う者たちにとって一輪の花の望みなど一個だに値しないものであった。そう、世はまさに乱世の極みにある。人々のささやかな望みや幸せは軍馬によって蹴散らされ、思いは槍と刀によって切り払われ、全てを飲み込む戦乱の波はさらに大きくなっていくのであった。